皆さんこんにちは。パノラマニュースのお時間です。今週のパノラマプラネットのニュースをお伝えしてまいります。まずはパノラマ TV です。気になった方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。続いてパノラマゲームズです。ちょうどでした。どうぞどうぞ。ありがとう。あえて2人や。これ勝てるぞ。3対2は勝てるね。勝たんとあかんというより。じゃあもう飛びくれ。 OK。 ありがとう。いや幸先いいよマジで。いやめちゃくちゃ幸先いい。今のは今キーパーの股抜いた。はあ惜しい。ちょっと待って。うわ俺うわほっぺ行っちゃって。行っちゃって。あっちはもう蹴る場所分かってるからな。気になった方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。続いてモンキーテールフリーです。モンキーテールフリー Day 86 Let's goI've been washing my body with soap lately. Then, after taking bath, I smell soap. It smells really good. If you want to smell me, please let me know in the comments. 気になった方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。続いては電気山天気予報です。平栗さん。はい、お天気キャスターの平栗です。よろしくお願いします。それでは今週の天気見てまいりましょう。まずまずの電気雨ですね。地域によっては雨が降るところもありそうです。基本的には少し肌寒くなりますので防寒3枚分が良さそうです。今週もありがとうございました。それでは次回もお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。